日本東京都、雷門戦争時雷門雷門前から、東を望む雷門は、東京都台東区の地名。現行行政地名は、雷門1丁目及び、雷門2丁目。郵便番号は1 1 1ロ0 0 3 4台東区の東部、浅草地域に位置する。町域の東部は、隅田川になりこれを境に、隅田区東橋になる。南部は、 浅草通りに接しこれを境に、台東区、駒形、台東区小時にそれぞれ接する。西部は国際通りに接し、これを境に、台東区西浅草に接する。北部は雷門通りに接し、これを境に、台東区浅草、台東区花川戸にそれぞれ接する。南北方向に、雷門中通り、並木通り、江戸通りがそれぞれ循環する。 浅草繁華街の一角を担っており、高層建造物や商業施設が多く建造をされている。なお戦争時の雷門は、住所上は雷門通りを挟んだ台東区浅草になる。戦争時の前は普段から人通りは多いが、特に休日になると観光客などで賑わう。言うまでもなく、風来神門の通称である雷門にちなんで付けられた町名。 1924年、浅草材木町、浅草並木町、浅草茶屋町、浅草東、中町、浅草西中町、浅草三県町、浅草北中町、浅草馬道町、浅草公園地、浅草花川戸町が整理、統合されて、浅草雷門が誕生した。ただしこの当時、雷門自体は常設の門がなく、同じ場所に、 時折仮説の門が混流されていた。1965年の住居表示制度の導入に伴い、現在の雷門1.2丁目と浅草1.2丁目に分かれ、部分編入された。それまでの浅草雷門が消滅して、新しい雷門が誕生した。町名としての雷門は引き継がれているが、その町域が変わった。 2020年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅として、町域東部の東橋交差点下に東京メトロ、銀座線浅草駅がある。また、町域南東端の駒形橋西詰め交差点下に都営地下鉄浅草線浅草駅がある。西部方面には、西浅草にある。 銀座センター原町駅とつくばエクスプレス、浅草駅が北部方面には、花川戸にある東武スカイツリーライン、浅草駅がありそれぞれ利用される。他に、浅草近辺で発着する台東区循環バス、東西めぐりんをはじめとしたバス路線を利用できる。また、雷門の交差手前には車200台が、収容可能な雷門地下駐車場がある。ありがとうございます。